はい、なんかよくわからないデッキのデッキレシピです。よくわからないっちゃダメっすよ。とりあえずこれをせ、これがこれ切り札っすよ、切り札。これが切り札なんでしょ。切り札っすよ、切り札、うん、切り札っすよ、切り札、切り札でしょ、切り札っすね。これ、何これ、モリンフェンって書いてあるんだけど、モリンフェンは、これちょっと待って、良さをとりあえず説明してもらおう。これ、まあ、まずモリンフェン注目しなきゃいけないんですよ。はい、まずステータスね。はい、ステータスね、はい、1550あるじゃないですか。1550、この数値は相手にダイレクトアタックするじゃないですか、うん、でその時に相手のライフが1550以下だったら勝てるっていう能力につながるんですよ。まずそこが強化できますね。で、次に強化するところ巨大ネズミ、はいはい、グリズリーマザー、まあガジェットとかいるじゃないですか、リクルーター系ね、はい、あれに、打点が上なんですよ。なんで有利にこいつで立ち回れるっていうすごい強いカードなんですよね。なるほどね、うんうんうん、でさらに優秀なところがあるんですよ、うん、その通常モンスターってカードなんですよ。ああ、うん、なるほど。あ、これか、ボンコツの意地で対応してるのね、はい、いや、それもあるんですけど、うん、ルールを知らない、まあ、まあ、ちっちゃい子いるじゃないですか、うん、そんな子でも安心して使用できるっていうモリンフェン様。あ、初心者用ので、ね、あ、なるほど、はいはい、初心者用のモリンフェン様カードなんですよ。でさらに強カードのスキルドレインと併用できるんで、相手のモンスター効果を消しながらこの1550という優秀な打点で、入ってないけどスキルドレイン、残念ながらこれのせいで、そうなんですよね、また別のタイプのデッキに入る。あ、なるほどね。でさらに、まあ、ドロー行えるカードがありますね。これと、あと馬の骨の採火っていう、あるね、はいはいはい。で、もう一個これサーチする方法あるんですよ。おお、なんだ、召喚師のスキルっていうか、あ、なるほどね。で、今最近結構注目されてるんですけど、これモリフェン様のカードに生まれたんで、なるほど、モリフェンのためですよ。あれ専用のカード、ね、専用カードですよ、これ。なるほどね。でさらに、蘇生できるカードもいっぱいあるんですよ。あ、でバニラだから、まあ、思い出のブランコできるんですよ。あ、なるほどね、はい、で黙する死者っていうカードもあるんですよ。あ、はいはい、はい、この点でめっちゃ強いんですよ。なるほどね、はい、でまあそれに死者蘇生、リビングデッドとかいろんなカード、あー、でさらにバニラなんで闇の量産工場っていう、ああ、2枚回収できるんです、はい、なるほど、はい、あれが対応するんで、まあ、いくらでも除去されても使い回せるよっていう点が評価できるんですよ ね、 ね。でさらに、戦闘補助、あ、はい、下克上の首飾りっていうなんかすごいカードがあるんですよ。ああ、なるほど、入ってないけど、はい、そうなんですよね、うん、またこれのせいで守ったとか入れづらいんですよね。で、あと手札から特殊召喚する方がペンデュラム以外にもあって、うん、イニシエのルールって言って、ああ、はい、なるほど、ハンドからバニラ出せますよ、よくアニメでブラックモエシャンを出すような、そうですね、あの辺のやつですね、はい、でさらに、このサポート全部受けながら、うん、全ての制限を して受けてないんですよ、うん、ってことはデッキに3枚いられるってことなんですよ。あ、この点を評価する、ね、なるほどね、なるほどね。でさらに、こいつは一体生贄で済むので出しやすいんですよ、うん、出しやすい、はい、でさらにこうやって一回召喚しちゃえば墓地に落ちてるんで、まあ、墓地から特殊召喚可能となればめっちゃ怖いことなんですよ、このモリンフェンっていうカードは。はい、あ、リビングデッド、リビングデッドだって、さっきの、まあ、思い出のブランコだって、あ、はい、なるほど、ね、はい、でさらに、属性見てほしいんですよ。属性闇だね、闇って書いてあるんですよ。 闇っていう文字は、終末の騎士、制限になった、 あのカードでもこいつを落としてリビングデッドで蘇生できるっていう評定、ね、でさらに、モイ振るってる鳥修羅に除外されようとも、うん、闇次元の解放っていうカードがあって、除外ゾーンから闇属性も、あ、そうか、対応してるね、なるほどね、属性ですよ。でさらに、ブルーアイズとかいるじゃないですか、プロアイズ、それ相手にも、まあ、就職巨大かなり使えば、まあ、渡り合えるんですよ、余裕で。あ、50の上勝てるんで、まあ、強いですね。 100与えられると、はい、でさらに、闇属性なんでカタストロも殺せる、カタストロ殺せる、なるほどね、この辺でかいんですよ。あ、でさらに、カオスエンドマスターってここに入ってかいカードなんですけど、あ、入ってないね。それによりこいつを特殊召喚することができる、特殊召喚できる、はい。あとは、そのカオスエンドマスターは造園や、シャインエンジェル、うん、でオネストの補助も受けられるんで、うん、案外出しやすいんですよね。あ、はいはいはい、はい、でさらに、召喚しやすいので、こいつは、うん、なんで簡易融合やサイバードラゴンを、併用する、簡単に併用すると、うん、簡単にオーバーレイができるんですよ。あ、なるほどね。なんで強力なエクシーズモンスターであるボルカザウルス、あ、ボルカザウルス、キラスなどになれるんですよ。そうだね、はいはいはい。でさらにそのカオスエンドマスターっていうのはチューナーなんですよ。チューナー、はいはいはい、はい、チューナーってことは、まあ、シンクロができるんですよ。これチューナー入ってないけど、シンクロ入ってないんですよ、ね、最初言ってたんですけどね、うん、でそいつが3なんで3だね、うん、こいつと8シンクロができる。あ、なるほど、5、6、7、8、ね、めっちゃ強いんですよ、はいはいはい、であとこの悪魔族っていう種族のおかげでヘルウェイパトロールっていう除外して2000以下の悪魔族モンスター特殊できるよっていうサポートも受けられる。なるほどなるほどなるほど、はい、で汎用性の高いんですよ、モリンフェン様。なるほどね、はい、これだけの、まあ、サポートを受けられて、はい、まあこんな感じで、なんでやねん。いや、モリンフェン様神ですから。いやいや、様付けしなきゃダメですよ、モリンフェン様。あ、なるほど、はい、まあ
っていうかもうよくね。いや、モリンフェン様はかっこいいぞ。まあとりあえずデッキレシピはとりあえずイグナイトセットが、まあ、まあ、ドラグノフィグ以外は全部3人ガンズにしてあります。でモリンフェン様が 3枚で団結の力が3、はい、で、ボンコツの意地が3、はい、であとは、まあ、これは何でもいいの。何でもいいですね。でも個人的におすすめはヤシの木なんですよ。ヤシの木、これなんだこれ、はい、すごいっすよ書いてること。意志を持つヤシの木、身を落として攻撃、身の中のミルクは美味しい。いいこと書いてある。下ネタかい。美味しいっすよこれ、絶対美味いっすよこのミルク。美味しいとかまずいと思う。はいはい、あとは何これ。あとは、まあ、共通してることが、共通してるところは、まあ、基本50で固めてあるんだよ。で、こいつはまあ10っていう伊達を持ってたりとか。これ最強じゃね。最強っすよ。1610。ダーク君は1610。また相手の電卓をぶっ壊せるっていう。要はあれだね、あの半分とかにすると5。5とか。これだと25とか。ああ、それで電卓をぶっ壊す。電卓をぶっ壊すことができるっていうアドが取れるんですよ。はい、ただ弱点は、うん、あの相手が電卓持ってないとやってくださいってお願いしたら、うん、あの自分でやってブーメランを食らうっていう弱点があって。あ、はい。なるほどね。モラハの剣なんですよね。で基本的には要はボンコツの位置を張って、でこうノーマルカードしかないからこういっぱい引いて、で団結の力で止まったところを。テンデラムして団結の力張ってボゴスタム。まあ簡単っすね。お察しで初心者でも簡単っすね。エクストラってもしかして使ったりする。エクストラ一応使うんですけどほとんど使わないですよね。まあモリンフェン様が強すぎるんで。モリンフェン様強すぎて、ほとんど使わないですけど、まあ一応まあホープのこのセットは入ってるんですよ。まあでもモリンフェン様は最近流行りのライトニングマンだな。もしかしたらモリンフェン様は出すときにやっぱり相手のモンスターが強い場面があるんでライフ減るかもしれないんですよ。まあ最終兵器にこれでモリンフェン様の力を最大限生かしてもらった。なるほどなるほど。でまあモリンフェン様を特殊できるエピシードモンスターですね。大ガストエメラル。エメラル。でまあこっちも壊せるしね。まあこっちも戻せるし、ね、そうですね。でこっち効果モンスターいないんでこれでモンスター宣言して相手を腐らしたりとか、ね、ああチョックルーラー。そうですね、はい、でまあこのダイアウルフ。ダイアウルフでまあ相手の、まあ、モリンフェン様の邪魔になるようなカードぶっ壊したり。はい、ああなるほどね。でさっき優先してリクルーター殺せるって言ったじゃないですか。なんでこれでリクルーター止めながらモリンフェン様の力を最大限発揮したりとか。深淵に潜むもんね。そうですね。でまたリクルーターから特殊したモンスターをオナーズで吸い込んだりとか。なるほどね。でまあこれ万能カードですね。そうですね。でモリンフェン様がレベル5なんで最終進化系攻撃になれるんですよ。何これアークナイトの1個上の子なんですよ。ダークナイト。ダークナイトっていう、はい、はい、これ何できんのこれ。こいつは特殊召喚したモンスターであれば何でも吸い込めます。表示形式関係なく。おうおう。でさらにこいつがこっちにいると、うん、蘇生して、2800回復します。2800。ほう、はい、これでモリンフェン様 のもう一回チャンスを増やすっていう。モリンフェン様3体を合体するとこうなる。これになれるっていう。あ、まあ、モリンフェン様の真の姿ですね。なるほどね。でまあこれモリンフェン様のサポートカード収縮になるダークリベリオン。ダークリベリオン。ああはいはい。まあこれもモリンフェン様のカードですね。モリンフェン様専用サポートね。そうですね。でまあこれまたこれも除去カードですね。モリンフェン様の邪魔のにあるようなクソカードを除去して、最後にこれでモリンフェン様回収するっていう。なるほどね。はい、トレミシ自分回収できるんでこれモリンフェン様回収してもらってペンデラムつってモリンフェンもう一回出してもらう。なるほど。まあすごい強い効果を持ってるんですよ。はあ。まあとりあえずここに書いてるカード全部モリンフェンより弱いんで。まあ、そうっすね。あ、じゃあテキストちょっと読んでみる。はい、まあ、いきますよこいつ、はい、長い腕とかぎ爪が特徴な奇妙な姿押した悪魔。あいつ悪魔なんすよ、うん、まだ悪魔って一文が強いんすよね。さらにこれトランスターンを使うことによりインフェルニティデーモンからモリンフェン様を降臨できる。これ指じゃなくてかぎ爪なの。かぎ爪っすよこれ。あ、でこれこの子なんとぼっち特性も持ってて一人で団結の力積むとこうやって手組んでくれるっていう優しい子なんですよ。かぎ爪じゃなくて、かぎ爪じゃなくてこうやってかぎ爪引っ掛けてこうやって一人でふーってやってくれるっていう。そうですよこのモリンフェンは。レゴさんオチお願いします。いつ終焉を迎えるの。俺モリンフェンに対してのにわか知識マックスなんだけど。もう止めるべきじゃね、うん、最後にコメントをレゴさんからいただきましょうか。じゃあこれでも飛行人8人の飛行人大会でこれ決勝まで上がってるんですよこのデッキ。そうね、見てたけど、まあ、モリンフェン様の力ですよね。まあでもこの辺とか大体やろうとしてることは見えてるからね。まあそうですね。ってことでしょ。はい、まあ、これいらないけど。いや違います、これはキーカードですよ。このヤシの木っていう説明はいいんで、さっきも何回も聞いてるんで。これだけ2っていうね、このちょっと使い方、うん、だってミルク美味しいんですよ。ミルク美味しいんですよ。そこだけ入れる価値ありません。じゃあ全部4積みとかにしろよ。
それがいや候補が多すぎて、ちょっと選抜メンバーが多すぎて、本当はシーホースっていう最強カードも入れたかった。ぶっちゃけあれでしょ、これたまたま出てきた中で本当は入らなかったけど、絵と字読んだらやべこれ入れた方が面白くねって言って作っただけでしょ。バレちったよでしょ。なんでまあでもね、エクストラに関しては大体ねって話だもんね。まあそうっすね、そうね。だって基本一生懸命出したいのはこれでしょ。いやこれだよね。あこれっすね。じゃあエクストラエクストラからはまあこれこれとこれとかだよね。まあでもこれをたくさん出したいだけだからね。そうっすね、もうリンフェン様出すためだからね。そうこの便り打点の高いのあんまり入れてないし、ね、うん頑張ったでも、ね、でもここだけは許してねっていう。まあ逃げたわけだよ。そうっすね、甘いっすね。そうそう、まあバニラ的に、まあ、ここよりは長いからイグナイトさんを足したら、うん、回る面白い時ができたよということでいいんだよね。まあ、そうっすね。そう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 、まあ別にあってもなくてもいいかな。いやいやダメっすよ、ダメっすダメっすダメっすこれエースですから、エースですから切り札ですか。切り札ですよ。あの優勢でいうスターダストっすよ。これがそう森ダストって言ってもいいんですよ。めっちゃ強いっすよ。何これ、レキ君にとっての俺ダークグレファーなんで大丈夫です。バディってこと？バディコールでいける。これでしょ、ワンチャンワンチャンスある。それでいいじゃん。なるほど。目黒さんなんかちょっと気に入ったカードみたいなのありませんか？森姫様お気に入りだからな、みんなの。まあね、なんか、まあね、まあ一応これはあの選抜を勝ち抜いたメンバーなんでまあえここから新しく入ってくるやつが今後出てくるわけでしょ。いやまあシーホースっていうカードがある。このカード入れたいんですよね、本当は。それがなかったんだよね。なかった。そうね、まあでもまあまあこれでまあこれで一応決勝までいけるってすごいよね。前回 の, あのプリン体でも1回戦は勝ってるからねプリン体も決勝行きました。あそうなんだっけ、はい、プリン体な。実はレキさんすごいんじゃないですかプレイヤーとして。確かに普通のデッキ使ったら勝てない。でも、まあ、まあまあまあぶっちゃけ話で言うとね、まあ、ファンデッカーっていうかね、ネタデッキ使わせたら面白いよっていう感じなのこれもう勝つたびに今回拍手でしたからね。拍手でしたからね。あれでもまだ優勝はないんだっけ。優勝できないっすよこれ、優勝できるまで終わらないね。マーメール強かった。そうだよね、なんかねやっぱ最終的にやっぱりガチ勢の方と決勝で当たっちゃうからね。モリンフェン様出る間もなくあの反応に団結とモリンフェン揃えて死んでいった。なんか数分で終わったっていう話を今聞いたんで。瞬殺っすね高校ワンキル連発で。高校ワンキルもまあ、うん、数多くまあ、トラップないんでしょうがないですね。まあそうっすね、この辺のせいで。でまあサイクロンとかが増えすぎたせいでこいつが活躍できなくなったりして、ただこれがないとモリンフェン様を引き込めないっていう弱点があってどうしたんすか。なんか理にかなってるようでかなってないから、かなってる、かなってかなってないから、かなってるよね。かなってます。いやだってすごい特化させただけで。いやかなってたからまあ上に行ったから、まあ、モリンフェンがね強かったからね大体勝ちパターンとしてはもうこれと、ね、もうモリンフェン団結、ここが並んでここがいて団結の力がある。それかまあモリンフェンがこのヤシの木に変わるってだけっすね。そうだねこれ勝ちパターンっすね。いや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 、これ神のデッキですから、ね、2回戦の決めたこれだもんね。これですからね、最後のパンチを決めた、ね、最後のパンチをヤシの木、ね、いや隣にこれいなかったっけ。いたいやこのモンスター破壊するために。だからモリンフェンでとどめ刺すのはさすがに相手に悪いから、ちょっとヤシの木あたりでちょっと軽いパンチでとどめ刺す。残り最後450だったから、ないで殴っても大丈夫だったけど殴ったの。いやでもモリンフェン様は確か5000とか言ってたから、あのオーバーキルだからもう800で少しでもね。モリンフェン様は慈悲深き、慈悲深いからマジでモリンフェンは。モリンフェン様はさすがですよ。ってことでまあモリンフェン強いですよ。やべえこの動画に巻き込まれたキングトレカの貸し出しデッキに置いときますので、よろしかったら遊んでみてくださいありがとうございました。ありがとうございましたマジかご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。